聴誠にありがとうございます。さて今回もこちらじゃじゃん、キャンドゥ製のスマホホルダーということでね、この MXR のダイナコンプ、こちらにね取り付けてみたいと思いますけれども、幅の方がねやっぱこうボスコンと比べるとねちょっと若干ですけど狭い感じなのでね取り付けやすいかなと思いますけれども、キャンドゥ製穴がねこう開いてる方と開いてない方があって、開いてない方をですねまず引っ掛けます。っていうのもこう稼働するんですよね、わかりますかね。でこれで引っ掛けてで離すと、そうするともう簡単にこう取り付けができると。もう一回やってみましょう。穴が開いてる方と開いてない方があって、開いてない方を奥に置いて引っ掛けて引っ張る、そうすると稼働して最適な位置でこうね、簡単ですよね。でこう置いてみる。では続いてアリオンのコーラスやってみましょうかね。穴の開いてる方を手前にして奥を稼働を引っ掛けて引っ張る。あれ、あダメだ、ちょっともう一応もう一個よいしょ、引っ掛けて引っ張る。ああ、これ、あれですね。幅がダメなんですね。残念。